やっぱりいない。まだ呼びかけてもないでしょう。大笛ならもう吹いただろ。大笛以外にも方法はあるでしょう。ヨルムテユムセヌ。それって普通です？の森、どういう意味だろう。家にいろってことですよ。帰りましょう。凍ってる。力ずくで。私がやりますから。どうするつもりだったんです？彼女の機嫌がいいことを願って審議室をひょっこり訪ねるとか。こうして居場所も分かったことだし。うん、そうするつもりだよ。こんにゃろ。今の発言ブロックには絶対に内緒ですからね。そもそもバルドルが彼女を襲ったからああするしかなかったんだ。彼女はそう思ってませんよ。確かめるつもりはないよ。殺したのはシンドリの矢だしね。それこそ私が彼女に会いに行くのをお勧めしない一番の理由です。
今日はこのくらいで勘弁しときましょう。やだよ、あと少しだろ。ああ、そんな嫌な予感が。子供じゃあるまいし、今回はちゃんと受け止めるって。でも、だったら狭間を使えば。そういうわけにもいかないんですよ。それができたらどんなに楽か。ほら、へっちゃらだろ。もう二度とやらずに済むよう心の底から願ってますよ。はあ、店が。耳を貸すつもりがないなら私はここまでです。私は残って店を直します。好きにすれば。